これで勝負します。なめ買いです。マスカードをお譲りください。内容がよろしければ発行ボタンを押してください。スタートライン上では車庫に向かい風がしっかりと吹いてきています。第5レース、進入隊形はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。3コースから3番の神山出ていく。さあ伸びかいせるか1番の三角ですが抵抗できません。1周1幕まくって3番神山、真ん中ついてきた4番大塚、まくり出しの展開、先頭争いに並びかける。その後ろは6番山本が続いての3番手。スタートは前提正常でした。さあ1コース1点先はかかっている4番の2アウトコース3番は抜け出せるかというところをここは強引にかわしにいく。2番トップで3番の神山、ここで突き放しています。4番の2番手、そのうちの3番手、その真ん中、6番、山本が抜け出します。1番、2番、3番、4番、5番、6番、接戦の展開、3、4番手、差は3点進と開いています。6番、山本が3番手、さあ、後ろ3艇が追いかける展開の2周1マーク、内からやってきた1番の三角ですが、かわす6番の山本、それでもターンは流れてしまった、さあ、内から今度は並んでかわす、1番の三角、さあ、その後ろ、内から5番の小林も差を詰めています。当たったよ。先頭変わりまして2周2幕の旋回です。1番の三角に外から6番の山本が並んで5番の本林も内側差を詰めていました。1番のリードは1点進半、追いかけるのは4番手5番の本林で最終周回です。焦点は3着争いですが、さあ人気の三角が追い上げてという展開、最後の1幕、内から6番の山本、外から5番の本林ですが振り切っています。1番、三角のリード、最後のバックテレンジでは3点進と広がりました。シリーズリーダー、得点率トップの座、譲りません。3番の神山先頭、最終ターンの旋回、4番、大塚が2番手、そして1番の三角、さすがです。最後は守り切ります。3番、4番、1番、小林、4回戦の3番、神山ゴリ、4番、大塚ゴリ、1番、三角ゴリ、5番、6番、接戦のゴリ、2番、寺本ゴリ。テイク中。マークカードまたは投票券を入れるかお金を数えています。ありがとうございました。次のレースは4号艇の選手のモーターがよく見えたんで4軸に1400104買ってみました。各100円でレジャー船券。進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース3コースと好スタート、2コース遅れました。さあ1周1マーク、ここは1番の石畑が逃げ展開、3番佐々木が真ん中つぐ、外からまくっていくのは5番の技能。さあ早くもこの3艇抜け出しますが、1番の石畑しっかりと逃げました。内をつく3番佐々木ですが、ここは2番争いです。アウトコース5番の沖野とほぼ並んでいます。スタートは前艇正常でした。2番手争いはさあ外を牽制して回る3番佐々木ですが、それでも外からつけまいで5番の荻野、荻野がかわしました。2番手外から5番の荻野、2点進リードを奪いまして、3番佐々木のすぐ後ろ6番の大場、差を詰めています。レースは2周目に移りました。はい、とりあえずもう外れたんで飯でも食おうかな的な。じゃあ当たってないけど乾杯。当たればね。ごちそうさまでした。まずは軽食。勝負が先なんでね。これはいいよ。取ったよ。僕は誰よ。おめでとうございます。そして勝負掛け5番の渡辺5コース1着 6.50、2着 6.17、6番岩田が6コース、こちらも当確ペース。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4コースから4番のミスミーコースタート、一気に出ていきます。少し伸び返した3コース、1コースですが2人競り合って、ここは4番ミスミが抜け出す。2番手5番の渡辺が流れてしまった。内くるっと小回りから1番の高橋、さらに6番の岩田が上がってきた2番手争いです。スタートは前提正常でした。内から並んだ6番の岩田、2番手争いに持ち込んだ。アウトコースは1番の高橋、2マークの旋回、2番手内から6番の岩田、差しを狙って1番の高橋、ここは差しが届いてきました。差し切りました。2番手は1番の高橋で2手進リード、6番岩田は3番手、その後ろは3手進差、4番手に3番杉村が追走です。2周1マーク、2番手1番の高橋を追って6番岩田ですが、ここは離されました。リードは広がった2番手1番の高橋、バックテレッジ手番に3番手は3手進差、6番岩田3番手、その後ろやや差を詰めてきたのは3番の杉村、後方は5番の渡辺、5番手2番斉藤、最後方です。2周2マークの旋回、3番手6番の岩田、内をついて3番の杉村ですが、ここは差が詰まりませんでした。6番岩田3番手は守りまして、これから最終周回です。3連単は4番1番6番の組み合わせ 21.3 倍のオッズになります。先頭4番三角合輪、1番高橋合輪、6番岩田合輪、3番杉村合輪、5番渡辺合輪、2番斉藤合輪、3番4番5番0番1番5番お金を数えています。ありがとうございました。今ですね、あまりにも予想がわからなすぎたので、ちょっとチャレンジしちゃいました。じゃん。そしてね、渡されたのはいいんですけどね、これを買えと。買うしかないんでしょうけども、まあ、買ってみようと思います。予想屋の言う通り買いました。さあ最後の最終です。あ、でも逃げそうだな。逃げそうだぞ。6全然ある。3-1はあるよ。3-1はでも持ってない。持ってるけど3-1-6しかないぞ。どうなった？うわー、3-1だけど6持ってない。6来ない。飯山さんには勝てないよ。うわ、3-1-4。あ、でも1かも。1の可能性もある。あー、1だ。1-3だ。ダメだ。18倍。あ、本命サイドだね。割と本命より。あれないじゃん。6番結局最下位じゃん。おいおいおい。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。